塚原千恵子は、長崎県出身の元オリンピック女子体操選手、指導者。旧姓は小田。長崎県立長崎西高等学校日本体育、大学。夫は1968年、メキシコシティオリンピック1972年、ミュンヘンオリンピック1976年、モントリオールオリンピックで金メダルを取った元体操選手の塚原光夫。 息子に2004年アテネオリンピックの体操団体で金メダルを取った体操選手の塚原直也がいる。血液型は B 型。1967年の全日本学生体操競技選手権大会で個人総合優勝し、全日本選手権でも5位に入賞した。同年の1967年夏季ユニバーシアード女子団体で金メダルを獲得した。 1968年メキシコシティオリンピックに出場。女子個人総合は19位、女子団体では4位入賞を果たした。1969年には、第23回全日本体操競技選手権大会、全日本学生体操競技選手権大会、NHK 杯体操選手権で優勝。1970年の第17回世界体操競技選手権では、 団体4位入賞メンバーとなった。1972年現役を引退して、体操選手の塚原光夫と結婚、体操指導者として、オリンピック体操チームのコーチなどを歴任するとともに、塚原体操センター副校長、朝日生命体操クラブ女子チーム監督として、後進の指導育成に当たっている。2018年8月29日、2016年、 リオデジャネイロ五輪代表の宮川えに、早見ゆ斗とコーチが暴力を振るったとして協会が、同コーチを無期限登録抹消処分にしたことに、関連して、早見コーチを擁護する宮川が会見を開いて、千恵子と、夫の塚原光雄による宮川に対するパワハラや、朝日生命体操クラブへの引き抜きをもくろんでいたと、告発した。それによれば、千恵子は、このままでは五輪には出られなくなるよと脅し。 家族で同化している、宗教みたいと、高圧的な発言をしたとしている。体操協会は8月30日に、第三者委員会の設置を決めた。体操協会の会見で、不試県工事副会長は、決定権はお持ち、それが人の心を傷つけたり、自分に有利になったりするような使い方はコーチとして、失格だと思うと千恵子の権限に言及。同日、 千恵子は宮川が述べた、このままでは五輪には出られなくなるよの発言に対しては、宮川が、投落戦場の微妙な位置にいて怪我などもあった、ことからの発言であり、宗教みたいね、発言に対しては宮川が、早見コーチからの暴力を、練習の一環であると、家族と共に受け止めていることへの発言であったと、語った。また TBS、ビビットの電話取材に対して、委員会って、 誰を調べるの誰を調べるのかね私たちかね私たちが教会辞めたら相当なことになるよ。もっと言いたいこと言うよと体操協会の対応に対する不満も述べている。8月31日に塚原光夫と共に代理人弁護士を通じ、私たちにも責任があることは確か、私たちの言動で深く傷つけたことを本当に申し訳なく思っておりますと、 文書で謝罪した。しかしこの謝罪文の中に宮川への反論も含まれていたことが批判されたため、そのことについて9月2日に再び謝罪文を発表している。9月7日、この件で協会は第三者委員会を設置、10日には塚原夫妻の職務一時停止を決定した。そして12月10日、第三者委員会は夫妻による宮川へのパワハラを 認定しないとして、同時に、協会は、夫妻の職務停止処分会場を決定した。同月22日、2019年3月の任期満了により、女子教科本部長職を退任することを発表する。ありがとうございます。